織田信長の真意を知り、劉備らは安堵。しかし防備を固める間もなく、オリンポス、新たに敵の神が降臨した。違うとは言えぬな。私たちにとってもあまりに手が…ですが、この力を使えば…すまない、私が何も知らず…ペルセウス殿のせいではありません。あ、ねえ、早く行こうよ。あ、待って、なため。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているよ。一緒に戦おうよ。いいよ。しました。剣士公のもとへ急ぎましょう。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉通じるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく、魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言う。手加減なしだ。間に合ったようだな。救援シャス、この七共に楽しまん。弱いね。あやは見ています。あなたに厳しき分、愛がこもっていることを。ペルセウス、我らを欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着け、アテナ。兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つ。一緒に戦おうよ。一緒にしました。弱いね。敵将、僕を壊して手加減なしだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけてもらっていたから。だが裏切ってでも私にはなすべきことが。信じておった。汝が逃走見事、この地の邪は払われ。一緒に戦おうよ。バレンジだ。まだ終わっていません。影勝と兼継が前線で戦っています。手加減なしだ。急ぎ向かわねば。お待ちなさい。手加減なしだ。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。弱い。一緒に戦おうよ。お邪魔しました。か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな。現実を教えてあげるよ。これでお二人のもとへ迎える。影勝様、兼継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。あなたたちの顔忘れない。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。お前が天下無双だ。一緒に戦おうよ。そうしました。
救援とは地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援か、ならばまとめて撃滅せん。ほう、あらがい。人間は無駄なことと知るがいい。なんという大軍、覚悟を決める時か。お承知しました。形勢不利だが、まだお前たちに倒れられては困る。私とナタで食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。へえ、結構強いんだね。説明は後だ。我らに協力しろ。旅館の中ダク、我が力惜しくは貸そう。敵と僕を壊したよ。ここは我ら3人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。手加減なしだ。しかし雪村殿、ここは逃げよう。あの力、私たちでは太刀打ちできない。僕に任せて。僕の番だ。一緒に戦おうよ。そうしました。これで楽になる。さあ、滝に出してやろう。信じておった。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、いや、驚いていた。手加減なしだ。雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。一緒に戦おうよ。私、戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。さすがです。あなたならばと思っておりました。この世界の人間の力は計り難い。思っている以上に強く、そして魅力的だな。手加減なしだ。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないの。残念だが、ここは当選。いいよ。失礼しました。シャキッとしろよ。キツナイ殿、なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。雪村、救援の狩り、今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し、退路を確保するのだ。手加減なしだ。これはどうしたことか。義を愛するお前がなぜ国に味方している。変わらんな、こいつ。このわけのわからぬ世界に義も不義もあるまいし。敵は退けました。こちらから急ぎ撤退を。雪村め、あいつを止めねば。三成、飛び出してまったか。こうなりゃわしも出ちゃるわ。僕も壊したよ。よくやった。だがお前ならもっとできよう。違うか。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。私もそんな気がしてきたよ。
なぜ私たちが戦わねばならないのです。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。出すな、バカ。ビレオス様の命だ。ここは倒産。僕は壊したよ。あと少しで逃げられるのに。戦おうよ。どいてください。承知しました。これで楽になる。小ざかしいな。どうあがこうと我らから逃れられはしない。なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。なあ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために。おお、これぞ天の助け。追っ手がかからないうちに。うん、気分がいいな。